アロハ皆さん、こんにちは、ミサです。今日はまたジョンさんのコーヒーファームの方に遊びに来させていただいています。今日はこれからみゆきさんが日本の、お料理教室の方へズームでライブでお料理教室をするということで、そちらの撮影のちょっとお手伝いプラス、皆さんにもカオコーヒーを使ったお料理のレシピをシェアしてきたらいいなと思っています。それでは行ってきます。今回ご紹介させていただくハワイ島カウのジョンさんのコーヒー農園と東京築地のレリエキッチンさんのライブクッキングクラスの詳細は概要欄に貼っておきます。ズームで行われているこのオンラインクラスはもちろん生配信のクラスになるので、その日の農園の雰囲気を直に感じていただけるのではないかと思います。以前は風がとても強かった日もあったのですが、その風の音も心地よかったと言ってくださった参加者の方もいらっしゃいました。そして季節ごとに違う表情を見せてくれるカオコーヒーの木も楽しむことができます。もうすぐ真っ白なコーヒーの花が咲く季節がやってきます。スタッフの皆さんも楽しみにしているこの季節をまた皆さんにもご紹介できたらと思います。それでは今回習ってきたコーヒードレッシングをご紹介したいと思います。クラスではシーフードサラダでしたが、私は温野菜と生ハムのサラダにしてみました。それではドレッシングの材料を混ぜていきます。材料を混ぜるだけなのでシンプルでとっても簡単ですよね。盛り付けたお野菜にドレッシングをかけていきます。お野菜の色を生かすためにかける量は少しにしておきましたが、取り分けた後に追加できるようにサイドにもドレッシングをつけておきます。それでは先ほどのサラダが出来上がったので試食してみたいと思います。お料理教室の方ではシーフードのサラダだったのですが、今日は生ハムと少し茹でたカブ、ブロッコリーのちょっと温野菜を含めたサラダにしてみました。いただいてみます。オクラからいってみようかな。いただきます。おいしい、おいしいです。うん、わあ、とってもコーヒーの味が出てきていて美味しい。うん、うん、シャキシャキとしたみずみずしいお野菜にも合いますね。トマト、うん、トマトの酸味ともこのクリーミーなソースが合います。そして楽しみにしていた生ハムです。ちょっと大きかったかなあれも大きいまま使ってしまいました。贅沢にいきたいと思います。いただきます。うん、生ハムに合います。美味しい。うん、なんかね、生ハムに合う飲み物といえばワインみたいな感じなんですけど、こういう風にコーヒーとね一緒に食べるっていうのは全く今まで想像したことのなかった味なんですけれども、想像していたよりコーヒーっぽく
なくて、このいい感じにマヨネーズのこのクリーミーさと一緒になって、なんとこう表現したらいいのかわからないんですけれども、ぜひ試してみてほしいです。あまりビターなコーヒーより、ミディアムローストぐらいの方が合うんじゃないかなと思います。ほんと主張しないけれども、しっかりコーヒーがいるんですよね。そしてこの粒々をちょっと噛み締めた時に、またギュッと、ちょこっとこう、ギュッと噛み締めた瞬間に、コーヒーの苦味というか、この味がね、ギュッとこう出てくるんですよ。この噛み締めた瞬間、きっと皆さんわかると思います。このギュッ感がね、そう。でもとっても美味しい。今回はマヨネーズを使ったんですけれども、もしね、あれだったら、もしかしたらクリーミーさを求めると、サワークリームとか、アメリカでよく食べるレンチドレッシングとかに混ぜても美味しいと思います。ね、皆さんいろいろこう工夫して、身の回りのこうドレッシングにコーヒーをちょっと混ぜてみるっていうの、すごいいいかもしれません。おすすめです。続いてジンジャーコーヒーの作り方をご紹介します。そしてこっちの方が先ほどライブ中継の方でみゆきさんの作っていたジンジャーコーヒーなんですけれども、ちょっといただいてみたいと思います。香りはもうジンジャー、コーヒーとジンジャーが半分半分。香りが喧嘩しないのがびっくり。コーヒーもちゃんといて、ジンジャーもいるっていう感じですね。なんかもっと強烈かと思いきや、こちらもマイルドで、でね、さっきみゆきさんも言ってたんですけれども、飲んだ後ゆっくりとこうジンジャーが効いてきて体が温まってくるって言ってたのでね、それも楽しみです。あ、美味しい。私もジンジャーエール好きの私には、なんかこういうジンジャーの味のね、入っているものをすごい好きなので、またコーヒーにもっていうのがちょっと嬉しいですね。こちらはおまけに教えていただいたブラックペッパーコーヒーです。初めて飲むペッパー、胡椒コーヒー、ブラックペッパーコーヒーね、トライしてみたいと思います。よいしょ。香りはペッパーの香りはしないですかね。あんまり、全然胡椒が強くない。でもなんか、なんだろう、もうもちろんジョンさんのコーヒー自体もすごく美味しいんですけれども、これが入ってて、なんか、なんだろう、全然、みゆきさんも言ってた通りなんですけど、縁の下の力持ちというか、なんかこう軽さとちょっと清涼感が出たような感じがします。私これ意外ともうちょっと入れてもいいタイプかもしれない。後でまた追加して飲んでみたいと思います。皆さんもぜひ試してみてください。これ多分、飲んでみないと分かんない感覚だと思います。お料理教室の後はジョンさんは早々と作業着に着替えてトラクターに乗り込み、また新たな土地を耕し始めました。
本当にこのコーヒー農園が大好きなんだなと改めて感じました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。今回はコーヒー農園と料理教室のコラボレーションをご紹介いたしました。今ハワイに直接来れないこんな時期でも、このように農園ツアーを参加できたらいいんじゃないかなと思っています。楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画まで、アフイホー。